今回は「脳科学は人格を変えられるか」を紹介します。チャーチルは「成功とは失敗を重ねても熱意を失わない能力のことだ」と言ってどんな逆境も跳ねのけ偉大な政治家としてその名を止めた。エジソンは電球の試作の失敗が1万個に達した時。 失敗したのではない、うまくいかない方法を一万通り見つけただけだと言ってついにはフィラメントを発明する人生の製品を分けるのは前向きであることのできる性格によるものなのかだとするとそれは脳のどんな働きによるものなのか欧州最大の脳科学の研究所を主催しその問いを解き明かそうとしているエレンヌ・フォックス博士が その答えに驚くべき実験と調査の数々から迫るとびきり面白いポピュラーサイエンスポジティブなサニー・ブレーンとネガティブなレニー・ブレーンの対決ではないことはこの本のどの部分からも伝わってきます。結論としてバランスでありポジティブとネガティブの黄金比について語られるのは終盤のここのところです。 立ち直りが早い楽観的な心の持ち主は辛い出来事を経験している間ポジティブな感情もネガティブな感情も他の人より多く経験しているということだ。伴侶に失われた時一番早く立ち直る人は感情を広い幅で経験する人だった以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。